のひなたです。研究生のここみです。ということで今回は水戸一万円大食い、はい、イエーイ。どうですか？本当に思っちゃってますけど、思ってます。もうこれ食べますか？もう最初頑張って食べちゃう。頑張って食べちゃう。大きいです。自信あります？あります、ね、もちろん。なんかさ、はい、いけそうだよね。いける、いける。じゃあちょっと食べたいんで、はい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 、雑談はいいんで。せーの、レッツゴー。はい、じゃあ早速食べていきましょう。はい、はい、はい、せーの、いただきます。飲み物何がいいですか？お茶がいいです。せーの、テーピー。いただきます。いただきます。で、みんながさ、一番好きなドーナツ何？これです。ミンチクルーラーのチョコ。わかんない、名前わかんない。エンジェルパイ？エンジェルパイってお菓子？え？確かに。なんかそういうお菓子あって。エンジェルフリン。あー、エンジェルフレンチ。エンジェル、エンジェル、エンジェルフレンチ、フレンチ、うん、おーすごい。名前わかんないけど好きなのあるあるだよね、ミスド。なんか私これ名前わかんないけど大好きです。私も私ミスド行かないからわかんないです。そうなんだ。アップルパイが一番。パイね、パイもいい。パイはいい。じゃあまず好きなの取ってこう。はい、名前なんだろう。エンゼル、エンゼルなんとか。ポンデリングです。エンゼルクリーム。なんかチョコかかってるね。チョコです。はい、アップルパイです。私はチョコの黄色いつぶつぶです。いただきます。いただきます。うん、やっぱこれ、やっぱこれ、うん、なんかこみ、この前友達が100個ミスド無料券みたいなの持ってて、なんか福袋みたいなのがあって、それのなんか50個のカードを使いたいから一緒にミスド行かないって言われて、で私ただで7個も食べたんですよ。やばいですよね。だから7個は絶対いけるんです。今日は7個以上食べたいと思います。うん、1個目食べ終わりました。うん、チョコ、これ割れてる、これ。え、じゃあ私あれ食べたいです。ポンデリングみたいなの、これ。抹茶もあるよ。え、待って待って、そう言われたら抹茶食べたくなっちゃうじゃないですか。じゃあ抹茶食べます。あの、こっちの、うちですか。はい、1個目完食したから2個目。うん、今までさ、春休みの春季講習でお昼過ぎぐらいに帰ってくることがあったんだけど、朝からやって、その時にミスドをママに買っていくっていう恒例行事があって、ほぼ毎日買ってってやばかったんです。うん、取ってあるじゃん。そう、しかもドーナツ。そうそう。私は2つ目が食べ終わりました。で、ここら辺で私はじゃあ味噌煎じパン食べようかなって思います。これも2個目食べ終わりました。2個目食べ終わりました。こみちゃんが今食べてるのめっちゃうまいですよね。うん、どっち？あ、どこ食べてるの？こみが。先輩のここみちゃんです。ねえ、名前さ、どうする？ねえ、呼び名でこみちゃん。そうだね。でもさ、ここみさ、りりかちゃんとかさ、みなちゃんとかまふちゃんだからさ、ここみんって呼ばれてるの。うんうん、まあ、それが分かりやすいじゃん。うん、今日さ、れなとかまとかゆりってさ、ここみじゃん。うん、逆になんて呼ばれてるか聞いて。うん、学校ではここみかみよじ呼びなんですよ。みよじ。でも自分では、家ではこっちゃんって呼んでるんですよ。食べつつでも呼び名はこっちゃん。こっちゃんです。いいね。はい、正方形のパイタブ。、ね、みんなってさ、これミスドとかマックとかいろいろあるけどさ、それの新作が出たら一体新作食べる人か、もう自分が好きなのしか食べないか、どっち？新作食べます。おー、うん、新作によります。じゃあそれは分かります。うん、私も安定のメニューですね。スタバとかもあるあるだよね。スタバは新作食べみたいです。あー、でもそれはなんか飲めるそうなやつは新作を頼んで、ちょっと無理やったら、ごめん、クリームみたいなやつ入ってました。うん、なんかこれシチューだ。シチューか。シチュー、なんかこっちゃんがこっちゃんがこっちゃんがボソボソ言ってたけど、どうしたの？え、何言ってたっけ？シチューか。シチュー、シチューか。シチュー。あ、そう、お腹がちょっと、あ、
そうやね。ねこれ食べてみてよ。うん。私なんか無限に食べれる感じ。いやこれ全部ぽっちゃんだよ。三つ目食べ終わりました。いや一旦みんな今何個？これで三つ目です。うん。同じこれで三つ目です。うん。これで四つ目です。三つ目です。私は次四個目です。うん。え待ってあと何個か数えよう。一二。26個。わあ。わ。すごい。お母さん席交代しない。あ出るよね。はい私は5つ目が食べ終わったので6つ目を置いちゃう。6個目食べようと思います。はい。止まってませんか？はい、でも甘すぎてちょっとなんか進まないなみたいな。進まない。進まない。でも甘すぎてるんですよ。じゃあ私がおまじないかけてあげましょうか。お願いします。ミスドをたくさん食べれるおまじない。たくさん食べるおまじない。おまじない。ミスドをたくさん。ビビ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 ビなんか言ってる人って危なくなってきた。自分におまじないを。ミスドなんてあるの？食べれるミスド。新作ですね、新作。はい、おいしいミスド、おいしいよ。おいしいミスド、おいしいよ。はい、いただきます。ビーム。結構天才かもしれない。やっぱおまじないって結構体にいい。これ中何入ってるの？アップルパイです。アップルパイ食べれない。あ、出番。ヤッホーバトンタッチだ。お願いします。うわー、何だろう、普通が。ごめん、ちなみに、ちなみのちなみに4個しか食べてない。ん、嘘でしょ。これ食べたら15個だよ。うん、今5個ここ。あれちゃん、あれ頑張れ。うわ、そこでここ来てくれるのはマジでありがたいです。じゃあ、ゆりも。うぇー、6個目です。はい、次の撮影があるので、はい、ちょっとあと10分、あと10分、本気で10分も本気出しましょう。10分もですけど、はい、あと10分本気で頑張りましょう。うん、そして、はい、もうちょっと食べれなかったら今回は失敗という形になっちゃうんで、はい、頑張ろう。あと2分だよ。じゃあ頑張ります。これは私、うん、おじゃあアンします。おいしくなーれ、萌え萌え、キュッ。絶対美味しい。いいなー。あ、なんでもない。なんでもない。おいしくなーれ、萌え萌え、キュンできないよ。萌え萌え、キュン。時間です。ちょっと悔しいです。範囲は甘すぎた。うん、すげえ、マックのポテト上がいいね。あー、それポテトならいけるよ。じゃあまたね、次は達成できるように、はい、頑張っていましょい。せーの、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ミスドをたくさん食べれるおまじない。たくさん食べるおまじない。おまじない。